はい、どうも、名古屋塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井之内です。どうも、こんにちは。本日は、テストが悪かった時にすべきこと、これについての話をしていきたいと思います。皆さん、テストが終わって何してますか？ああ、よかった、悪かった。そういったことを感情だけで終わらせるのはもったいないですよ。僕ら、井之塾でやっているテスト前とテスト後でやっていることを少し話をしていきたいと思いますので、皆さんも少し参考にしていただき、次の結果につなげてほしいなと思います。また、この内容はブログにも書いています。ぜひブログもチェックしていただき、何かあれば生放送でも相談を受け付けてます。またこの動画のコメントで質問していただいても構いませんので、どうぞコメントお待ちしております。それではどうぞ。はい、それでは話をしていきたいと思います。まず定期テストが悪かった時、皆さんいつもどうしてますか？だいたい点数の結果を見た保護者の方が子供に、なんでこんな点数なの、勉強してないんじゃないの、そういった話を多分されてると思います。ただちょっと冷静になってほしいんですけども、その結果になったのはもちろんテスト前の勉強が原因だとは思います。しかしそのテスト前のテスト勉強に対してどういったものが原因なのかをしっかりと見極めないと今後には全く生きていきません。単純に怒るだけではなく、何が原因なのかをしっかりと分析しましょう。僕が経営している井之塾では、テスト前の勉強は全て塾で終わらせます。自宅では勉強させない塾完結型になるので、学校で習ったものを塾で演習して、わからないものがあったら塾で完結させる、復習とかの管理も全て塾がする、そういった塾をやっています。そのためテスト前どういったところが漏れているのか、どういったところが漏れそうだなとか、そういったところを認識しています。ただ保護者の方はどうしてもここが見えてないんですよね。見えてないまま結果だけのテストの点数だけで、なんでこんな点数取ってきたの、あんなの勉強のやり方が悪いんじゃないのか、量が足りないんじゃないか、宿題時間が足りないんじゃないか、そういったことを多分言われると思います。ただ少し待っていただきたいんですが、例えば量時間をしっかりやっていても結果が出ない子もいます。答え合わせを間違えたままテストに行ってる子もいるだろうし、完璧にすると言っても全然完璧にしてないままテストに行く子もいますし、最近のオンラインコーチングでも本当にそういった質問多かったです。子供たちのやったは全然やってないし、分かったは分かってないし、できたはできてない、もう当たり前なんですよ。そういったものを一つずつ解決しなきゃいけない。なのでテストの結果だけを判断するのではなく、テスト前にどういった状況だったかもしっかりと分析をしなきゃいけないです。これをテストが終わった時に一度本人とも話をした方がいいと思いますし、もし学生の子が見ているんであれば、量が足りなかった、時間が足りなかっただけではなく、自分のワーク答え合わせ間違ってませんか、何も見ずでもう一度やったら全部正解しますか、そういったことを一度チェックしてほしいと思います。そしてテストの結果が出ました。大事なのは今回のテストもちろん大事なんですが、次のテストにつなげていくこの考え方を大事にしてほしいなと思います。まずは自己分析、必ず自己分析。さっきも言ったんですけども、テスト前のどういったところが原因だったのか、これをまず理解しましょう。そしてテスト中の問題点、ケアレスミスが多かった、時間配分間違えた、じゃあなんで時間配分を間違えたのか、テスト前の勉強の時に時間を測ってなかった、演習量が足りなくてすぐ問題を解く力がなかった、いろんな原因があります。この原因を一つずつ一つずつ紐解いていかなきゃいけないんです。何度も言うんですが、保護者の方、点数だけを見て判断をしてしまうのはもったいないですよ。結局大事なのは次につなげるために今何が悪いのかを把握すること、そしてそれに対して対策改善をすることです。もちろん子どもたちはすぐできるようにもなりませんし、その後に管理もしなきゃいけないので、そこまでしっかり見てあげる、そこまでしっかりと本人を継続させることが大事になります。そしてテスト中での悪いことも見て分析ができたんであれば、じゃあ今後どうしていかなきゃいけないのかっていう流れを作らなきゃいけないです。勉強量が少なかった、演習量が少なかった、勉強時間が少なかった、こういったものはすぐ言えるんですが、直接的な原因っていうのはここだけじゃないと思いますよ。僕らの塾で非常に多いのが、やはり答え合わせ間違えてるままテストに行く子、最近テストの点数が急に100点ぐらい伸びた子がいるんですが、その子は結局答え合わせを間違ってるままずっとテストに行ってたので、僕らの塾入って急に点数が伸びました。でもそれは僕らがやったんではなく、本人に答え合わせが違ってるね、そして僕らは答え合わせまでチェックをするので、その答え合わせの漏れがなくなってきました。その結果100点ぐらい全教科を含めて伸びてきたっていう形になります。
なんで原因分析をしっかりしないと結局次にも行きませんし、ただ単純に結果が良かった悪かっただけの話になります。悪かったんであれば対策を取らなきゃいけないし、良かったんであればさらに上を目指すために何をしなきゃいけないのかを考えなきゃいけない。これをやみくもに量を増やしたり時間を増やしたり、そういったことってのは結局やぶ医者のやり方です。何も診察もせずにただ薬を処方するだけ、当たらない時もあれば当たる時もある、そういったことになりかねないです。まずは自己分析をしてください。じゃあ自己分析の仕方どうすればいいねんって話なんですけども、まずはテスト前とテスト中、この2つで分けましょう。テスト前っていうのは時間量もそうですし、定着率質、こういったものを意識して何が原因だったのかをしっかりと話し合いましょう。そしてテスト中、時間が足りなかった、ケアレスミスが多かった、分からない問題が多かった、じゃあなんでそういったものが起こったのか、もちろんテスト前の勉強がおかしかったからです。勉強方法ができてなかったからです。そういったものを全部改善しなきゃいけないです。何度も僕らの塾の話を言って申し訳ないんですが、なぜ僕らの塾が塾完結型を取ってるのか、週1回週2回の個別集団、こういったもので学校の授業の進度を守ることは難しいです。結局自学自習の対策なんです。その自学自習、つまり家で一人で勉強している方法や習慣、そういったものがなければどんなにいい塾に通っても結果は伸びてこないんです。さらにどこの塾でもテスト前いっぱい対策は取ってくれても、テスト後の面談反省、こういったものをやりませんよね。そうなってくると結局は次につながってこない、また同じことの繰り返しになります。テスト前の分析、これをどういったところが漏れてるのか、自分でもわからないことたくさんあると思います。保護者の方と一緒に相談してもいいと思います。そこで初めて見つけて、そして対策を取っていく。そしてテスト中での問題点、どういったところが良くないから、だからテストの点数が良くなかった、どういったところが問題点として出て、改善できるのか、対策ができるのか、時間がかかるのか、そういったことをしっかりと見極めることが大事になります。もしわからないっていう方は、夏限定なんですけども、オンラインコーチング僕らやってますので、それを申し込んでいただくっていうのも一つの手です。僕らが代わりにね分析しますので。はい、いかがだったでしょうか。またこのシリーズちょっとね、また動画出そうかなと思うんですが、必ず一番最初にテストが終わった時にしてほしいのは自己分析、もうこれです。自己分析をせずに良かった悪かったの話なんてどうでもいいんですよ。次につなげていく、これが大事です。1回のテストですぐ点数が取れる、それも最高だと思いますが、一つずつ一歩ずつ前に進んでいくっていうことが大事になります。これができないのにいい点数を次取ろうなんていうのは言葉だけなんです。形として行動として示していかなきゃいけないんです。そこを理解してほしいなと思います。保護者の方も点数だけ見て良かった悪かった、それだけではなく、必ず子供に何が原因なのかをしっかりと理解させるっていうことが大事になります。ぜひ参考にしてください。参考になったって方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また分析方法など詳しく知りたい方はオンラインコーチング申し込んでいただくか、また動画出しますので、そちらをぜひ参考にしてください。それでは皆さん、バイバイ。